坂井直次、3月26日から1942年5月28日は日本の陸軍軍人。第15師団長、陸軍通信学校長、不評第19旅団長等を歴任し、階級は陸軍中上校2級に至る。暗号通信の権威として知られる。本席は東京府。1891年3月26日。 では国省内藩書大藩主、堺忠勝の六男、堺忠直の後衛である、堺忠司教の次男として、山形県西田川郡鶴岡五日町に生まれる。1902年、東京に移住し、1903年、成城中学校に入学。1904年、陸軍中央幼年学校余科に入学し、同本科を経て、1911年5月27日、 陸軍士官学校を卒業する。堺は、第23期士官候補生で、同期には北品方面軍司令官、根本博中将、第5軍司令官の清水菊中将、第28軍司令官、桜井昭三中将や、第31軍司令官の大畑栄業中将らが、いる。同年12月26日、陸軍不評勝意に任官され不評。 第29連隊付となる。1920年12月には、陸軍大学校を卒業し、以後、不評証校として累進した。1921年5月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員を経て、1923年3月、佐賀連州派遣軍参謀となりシベリア出兵に出動。1925年5月、参謀本部付に転じ。 第16師団参謀を経て、1927年5月、不評調査に昇進し不評、第2連帯付けとなる。参謀本部員を経て、1929年7月、暗号研究のため、ポーランドへ出張した。1930年6月、参謀本部員に発令され、1931年3月、不評調査に進級。1933年8月、 関東軍司令部付けとなり、満州に赴任。1935年8月1日、不評大佐に昇進し、陸軍通信学校教育部長に就任。その後、1937年3月1日、不評第四連隊長となる。1938年7月15日、陸軍少将に進み、同郷の師団長、石原幹事のもとで、 不評第19旅団長を務める。1940年12月2日、陸軍通信学校長、1941年3月1日、陸軍中上進級を経て、同年8月20日、第15師団長に親保され、前線に復帰する。堺の第15師団は、中国大陸で交戦するが、1942年5月28日、 乗場が地雷を踏み戦死する。歴代の第十五師団長では唯一の戦死者である。堺は数々の選考から高二級禁止勲章のほか、高三級禁止勲章も受章している。なお、省内人名事典では名前の読みがなおぐとなっている。堺ただ直、お、自観能型。直家大鳥久。自教直卿直じじぶ。直春、恩納さむ。 ありがとうございます。